あれ、これ取れてるかな。取れてる？取れてるかな。なんかすげえ揺れてる。ちょっとまだ慣れてないんですけど、ちょっとまあ初めての試みで、前回なんか横になっちゃったので、これ縦で撮れてるかわかんないんですけど、ライブ配信をちょっとしてみたいと思ってます。で、今日パーマちょっとやろうかなと、メンズのパーマやろうかなと思ってます。札幌ブレンドの葉山菓子後藤です。今日は清志くんと菅野がいないんで、僕一人で配信していくんですけど、パーマの内容をお伝えしたいです。もし何か途中で気になることあったり、まあ、内容と違うことがあったら、確か何か書けると思うんで、そこに書いてくれたらお答えしたいなんて思うんですけど、まあ、皆さんまだ仕事してますね。9時だからね。もしかしたら皆さん参加してください。まだ最初なので。最近ね、いろいろ、まあ今ね、ちょっとこのウィッグちゃん結構派手ですけど、こいつを使っていきます。でね、最近いろんなもの出てきてますよね。なんだこれとか、これ面白いね。資生堂さんとか、あ、そう、2002年から2002年で資生堂さんの方から確か出た千代乳酸っていうの、まあ還元剤ですね。まあ今のところこれ結構新しい還元剤かなと思うんですけど、千代乳酸って多分結構、お、ハートありがとうございます。で、千代乳酸って結構親油性の、まあ、還元剤で、これルベルさんから出たんですよね。で、資生堂さん作る薬剤って、まあ、かなり、資生堂さん確かシステアミンとか使ってなかったかな。基本的にチオシスで結構、まあ、安全ベースのものしか使わないメーカーさんだと思うんですけど、その資生堂さんの千代乳酸が、まあ、このようにこうレベル3なんですけど、今回使われて、これなんだ、なんていう名前なんだろう、ラフォー、あ、名前読めない、これ なんていうんだろう、ラフォー、まあいいか、名前がわからん。そう、これ結構面白いかなと思ったのは、まあ、基本的にチオグリコール酸とチオグリセリンとチオ乳酸システインをミックスして作ってる還元剤なんですよね。だからこっちを乳酸って、僕もまだね、こちらのちょっともらった部分しか使ってないんですけど、まあちょっと面白いのかな。これ確か中間水性なしで、シャンプー台の中間水性なしで、そのままなんか途中のケミカルシャワーっていうのを、つけて咳で全部終わると。多分ブロム酸かな、ブロム酸使っ、弱いブロム酸使って、濃度薄い多分ブロム酸使ってから、まあ、PPT 補給して、その後に、乳液つけるみたいな感じだと思うんですよね。その後にブロム酸つけるみたいな。だから、もうね、昭和の感じ、昔そうですよね。咳で、乳液つけてましたよね。なんか。中間水洗つけてサンリンスとかつけて、まあそんなノリで、まあ咳でできますよっていうような感じです。こちら、まあ今日この薬使うとかじゃないんであれなんですけど、まあこういうのもこの間パンフレットいただいたので、ルベルさんのやつ、うん、まあ組み合わせとしては面白いのかなって感じはしますけどね。うん、
あのシステインだけねプラスイオン持って、あとはプラスイオン持たないのがチオグリコール酸とチオ乳酸とチオグリセリンかな。こちらはプラスのイオンを持ちません。うん、まあこんなの。あ、なんか最近あと面白いの、なんかあこれもなんか面白いなと思ったんだけど、パイモアさんからなんかまた塩基性系のカラー出たのかな、これパイモアさんから、パイモアさんから出ました。でなんか面白いのが、結構普通のカラー剤みたいな感じで種類が多くて、まあ14トーンぐらいの明るい色に、まあこういうブルークリア、まあ昔のねマニキュアみたいな使い方なんですけど、薄い紫みたいに入れてちょっと寒色系にしますよとか、まあ色も結構豊富で、まああとちょっとこれ実際グレーカラー染まるのかな、ちょっと僕やってないんですけど、結構ディープラインっていうのがあって、グレー塩基性で染まるのかな、どうなんでしょうね、グレーカラーもちょっと出てるみたいなんで、まあパッケージもちょっとおしゃれな感じで、なんかこれ使ったことある人いたら教えてください。うん、ということで、まあとりあえずいいとして、皆さん還元剤とか、そうパーマかけたら、あの結構長い時間、例えばパーマかけるじゃないですか、そしたら一液がですよ、中間水栓でしっかり流れていれば別なんですけど、かなり長い時間パーマの一液がついてる状態だと思うんですよ、きっとすごいパーマ早い人は別としてって思うんですけど、じゃあその長い時間還元剤がついてるってどういうことかっていうと、やっぱりねそれがダメージ棒じゃなければ問題ないんですけど、この人ブリーチしてるんで結構ちょっと傷んでるんですよね。でこれちょっとそのすだれみたいなんですけど、これ還元剤の検証してみたやつなんですけどでね結構ね、まあこちらからシステアミン、それからシステアミンの強いやつと弱いやつとスピエラと、GMT とチオグリセリンとあと、ノーマルのチオですね、これをまあ検証してみた、まあ、結構前のね何年も前のやつなんですけど、やっぱり長い時間置くとねどうなるのかっていう、まあ、黒いのはあの新生新しい毛ですね、でこっちはもうブリーチ2回ぐらいしてる毛なんで、ただまあやっぱりその傷んでない毛だったらまあ耐えられるんですけど、ダメージがある髪の毛だったらやっぱりね長い時間、例えば40分50分一時剤がついてる状態、確実に中間水栓で落ちないとしたら、その状態でまあその初めてのパーマだといいと思うんですけど、またリピートしてかけてたとしたら、場合によってはね1ヶ月に1回かけてる人とかって大丈夫なのかなと思っちゃうんですけど、2センチしか伸びてねえよっていう話なんですけど、でね結構その検証していくと、あじゃあこの還元剤安全だなという感じに分かるわけですよ。まあ一応ね両方ちょっと見て、あこれぐらいの還元剤だったら大丈夫だなとか、例えばねスピエラもまあ安全ちゃ安全っていうか薬が安全っていうんじゃなくて、まあ髪の毛のダメージ、見た目のダメージからしたらスピエラ安全なんですけど、スピエラもねこれ濃度変えてみたんですよ、もうかなりリッチに1対1で作ってみたりとか、スピエラ濃度めっちゃ高くしてやってみたらすごい傷んだんですよね。だから結構その混ぜる用途っていうのは、まあ、決められたメーカーによってやった方がいいなと思いました。でまあ万能はやっぱりあれですよね、システアミンは万能かなと思います。うん、でシステアミンもちょっと濃度薄めていって、ちょっと薄めて検証してみたりとかしてみました。システアミンやっぱ、まあ、それなりの、まあ、使いやすいのかなっていう感じはするんで、あとまあ GMT も単品で使う場合とあんまりねないかもしれないんですけど、大体何かに混ぜて使ったりとか、これ全部単品で作ってるんで、もうその還元剤のみですね。 GMT もまあそれなりに
まあまあの感じ。 GMT もね、かなり濃度高くしてやってるのと、そうでないやつをやってます。これ水、そう GMT も濃いやつをやってるはず。あ、そうそう、これ GMT 濃くしてやってるやつだ。これそう、かなり濃度濃いです。だからこのこれとこれ見たら分かるんですけど、こっちは通常の、メーカーさんの指定通りの GMT で、 GMT でもこんなかかるんですよ。新しい紙でも分かってます？こんなにかかるんですよ、 GMT だけでも。でこれがちょっとねバサバサしてるんですけど、 GMT かなり濃くしたんですよね。でこれはチオグリセリンかな、チオグリを単品で使いました。まあさすがにやっぱりこの辺は単品で使うとね、まあ濃度もいろいろあると思うんですけど、結構ビビってますね、傷んでますね。まあこれが綺麗にかかってるんですけどね、黒い毛はね。でこれチオグリセリンちょっと薄めたやつですね。まああんまり一致強くないかなと思うんですけど、まあこれチオです、もうボロボロですよ、ボロボロ。まあチオはね、パーマ液としては安全なんですけど、結構ボロボロです、この毛先の方とか。やばいですねこれ、結構やばめ。まあこういうところはねかかるけど、まあやっぱりリッチが小さいですよね、チオはね。昭和のパーマ液って大きいこうプルンとした質感はまあ出せないのかなっていう。あ、いいね、ありがとうございます。あんまり見てる人少ないからまああれなんですけどね、っていうような感じで。あ、これね、システアミンのちょっと強いやつ、かなりこれグリグリにかかってますよね。システアミン結構ねかかるんですよ。でこう見ていくと、じゃあ何がいいのかっていうと、まあやっぱりスピエラ結構万能なんですよね。まあ僕の意見ですよ、あくまでも。これはなんでスピエラ結構万能かなみたいな感じでなってます。はい。でまあこの人ね、あ、やばい、揺れてる、揺れが収まった。そう、これちょっと、あ、そう、宣伝じゃないですからね、宣伝ではないんでちょっとあれですけど、全然、よいしょ。うち僕結構ベースカットってこの R シザーで、このショーバルタンってやつなんですけど、ちょっと R 入って、ね、頭の丸さに合わせてやってるやつなんですよね。このショーバルタンっていうのを使います。で結構メンズのスタイルなんですけど、結構鉢張ってる人多くないですかね、この辺とか鉢張られてる方意外と多くないです？僕それ結構気になるんで、鉢のところをまあ削るんですけど、 R 刃を逆にしてこうえぐる方、こっちを押して切ったりします。でただじゃあここにディスコネできんじゃないかって思うと思うんですけど、別にディスコネ気にしてないです、ここのつながりに関しては。それなりに大丈夫なんで。でこのまま例えば、まあ、この鉢のここの骨格が気になるなって、骨格のポイントを決めて、このようにしますね。そしたらこの位置をこうやってスイングするんです、上に持ち上げて、でこの R こっち側ですね、通常こっちで切るんですけど、逆にして、そのまま下に下げていきます。これでずらしていきながら、まあ、頭皮に対して90度で引き出して、バイアスですね、バイアスで取って、コームが真ん中に来たら上にスイングさせます。で、この状態のところを滑らしながらこう切っていきます。これ、ね、通常に引き出して切るよりも滑らかになるんですよね、スイングすることによって。で頭皮に、出してこっちに倒した状態で入ります。もちろん最初と最後はディスコネが作られます。でもそこが、すいていってスタイリングした時にいい感じになるんですよね。で、これまた説明しますと、 R バーですね、こっちのショーバルタンでこっちで切ってます。でほとんどこの僕ショーバルタンに関しては、すみません、この後パーマーのね、ちょっとやるんで、ショーバルタンに関してほとんどこれそぎで使うっていうよりベースカットで使ってるんで、もうベースカットこれでしか使わないんですよね、ほとんど。あとは
テイクセ、テイクじゃなくて、ブランドセニングって言って、セニングの結構すごい切れるやつを使ったりします。でこれをリフトしてこう切っていきますね。でこっちは、まあ、回り込みますね。回り込んで、あ、ちょっと見づらいと思うんですけど、ちょっとこうしますね。回り込んでこちらもリフトした状態で、このように切っていきます。で持ち方はこのような感じで持ちます。いいですか。持ち上げて、この滑らかにしていく感じですね。はい。でバイアスで取って持ち上げてリフトさせて、これ8ラインのところをちょっと切ってる感じです。いいですかね。日本人ってどうしてもこの8が気になるので、どうしてもちょっとねこの辺が気になっちゃうんですよね。あと結構気になるのが、最近だとこの前髪の重さは欲しいんですよ。前髪の重さは欲しいけども、この上の方をちょっとふわっとさせたいなっていう時とか、この重さ取らないでここの重さだけ取る時もちょっとえぐります。こういう感じに、まあ極端なこと言うとこういうふうに切ります。でここのディスコネが多分あると思うんで、そこが重さになって遊びできてくれるんで、まあ、それも気にしません。で重さだけ取らないようにして、このように前髪だけ、じゃ好きな落としたい前髪を取って、そのままリフトして、同じようにこっちの R ですね、こっちの R で滑らしてカットします。いいですか。これをバイアスで、つむじに対してバイアスで取って、前髪を落として、そのまま上にリフトさせてカットして、滑らしてカットします。ここってね結構たまりやすいんで、日本人の骨格もここ出てたりするんですよ。でここも出てるし、だからその辺をちょっとシャープにしていった方が後々楽かなと。で、このまま、なんだコメント、これで、あ違った、10人っていうことか、コメントじゃなかった。でこのまま、リフトしてグイーンと切ります。でリフトして切ります。いいですか。あ、いいね、ありがとうございます。でこのまま、あ、いいね、ありがとうございます。なんかあまり慣れてないんで、なんか嬉しいっす。はい、皆さんシェアしてくれたらありがたいです。でこれをリフトして、はい、ここにこう、あ、ありがとうございます、いいね、ありがとうございます。ここをこういう風に切りたいんです、僕は。こういう風に、でここの重さは残したいんですよね、ちょっとマッシュベースに切る場合は。でここにこうして前髪を落として、ここをつなげていきます。ね、ちょっと最初から切ると、ちょっと今回は基本的にパーマの、パーマの裏技なんで、ちょっとカットはあまりあれなんですけど、カットはもう終わらせますね、すぐね。でこんな感じにちょっとしていくと、ね、でここに作ったこういう風に来てる感じですね。こういう風にこう来てる感じ。そうするとひし形のシルエットが作りやすかったりとか、ここの鉢張ってる人も気にならなかったりとかするんで、まあ、あくまでウルフベースの場合ですけど、マッシュベースの時はねここ切っちゃうと短くなっちゃうんで、あくまでもウルフベースの考えです、これは。はい、マッシュベースの場合また違う切り方がね。でもう一回ちょっとやりますよ、途中から入ってきた人もいるんで。こういう風にします、こっちもこうします、こういう感じに切っていきます。いいですか、もう一回やります。お、いいね、ありがとうございます。こういう感じで、なんかライブだからね、これ編集できんからちょっとどうなのかなって感じですね。早くパーマやれよっていう人います？大丈夫ですか？早くパーマ負けよって、時間ねえんだよっていう人います？大丈夫ですか？でこのままこういう風にしていきます。わかります？こういう風にカットしてくるね。でこっちもまあちょっと切るんですけど、さっきも切ったんですけどね、ちょっと途中から入ってきた人がいるんで、ちょっと、ここをこう切りますね。はい、これ宣伝ではないです、ごめんなさいね。ショーバルタンっていう R シザー僕もを扱ってるっていうか、やってるんで、このショーバルタンのえぐる方を使います。これ一応基本的にはこう丸くしていくんで、こっち使うんですけど、鉢を取る場合はこっちを取ります。
でこのまま持ち上げて、このままこう取っていきます。いいですか。はい、このままリフトしてスイングさせていきます。下に、これはコンパスのように、コンパスのようにこういうふうに動かしていきます。手はこのようにグッと持ち上げてコンパスのようにやっていきます。これが直接こう動かしちゃうと何の意味もないので、髪の毛の長さに合わせて、コンパスのように大きくこっちの手は回すようにこうやっていきますね。こうしちゃダメですよ、こうですよ。いいですか。で、ここの前髪のところをも、このこめかみのところも同じように切っていきます。そうすると前髪の重さが残りながらここの重さが取れるという感じです。あ、ちょっと増えたな。はい、いやなんかね揺れるんですよこれ、ちょっと携帯、まあいいか、うち建物古いんですいません揺れちゃって。でこういう感じになるんです。あ、これ外そうかな、ごめんなさいね、ちょっとね充電器があるから外そう。でこういう感じに、まだ揺れてる、ごめんなさい今急ぎますね、ちょっと待ってね。そう、結構ウルフベースの時はもう一回言いますよ、しつこいか、もうそろそろパーマいきますね。こっからこういう風にやっていきます。切ってそれを、これ通常のシザーだったらちょっとできないんで、この R シザーだからこそいいんですよね。そしたらそぎでここを削らなくてもベースカットで削れてるんで、このディスコネの部分が、ディスコネって何かっていうと、このこういう風に切ったこの角のディスコネのところがうまい具合にこう遊んでくれるんですよ、そぎ入れていくと、っていうような感じでやっていきます。あとは、まあ、後ろの方は皆さんねうまく切れると思うんで、もう簡単に今説明してますけど、あとはこの、まあ、そぎで、まあ、いろんな方法があるんですけど、まあ、このまま今度えぐる方ですね、こういうふうにこうちょっと隙間を空けていったりしてちょっと束感を作っていくこともありますし、あとはまあこう、うちペンシルシザーっていうのがあって、こういうペンシルシザーっていうのが実はちょっと変わったのがあるんですけど、あ、ごめんなさいね、ハサミの宣伝ではないですこれ、本当にすいません、パーマやりますからね。でこういうのでちょっとこう縦に束感を出していったりとかしていきます。あ、伊藤さんありがとうございます、遅くまでお疲れ様です。伊藤さんありがとうございます。そうです、うちのスタッフはもう帰りました。でこれをこういうふうに取っていったりとか、あとはまあカッコつけたい場合だったら、ちょっと僕結構やるんですけど、このR刃をこういうふうに持って、でこのままシャーってこうやる場合もあります。終わります、シャーってこの鉢のところをこのままこういうふうにカットして、動きを出す場合もあります。これはこうやってやってますね、これ簡単、こういうふうに、まあ、演出したい場合とか、あとちょっと時間ない時とか、時間ない時セニング使うよりこっちの方が早いんで、このままこれもただ通してるだけじゃなくて、こういうイメージで通してるんですよね、ただ適当にやってるんじゃなくて、こういうふうに、入って出すみたいな、入って出すみたいな感じで鉢を削って、で最後はポップの方は大切なんで、ちょっとこの辺はこのうちでスイングカットっていうんですけど、このアルバでこういうふうに少し逆げ立てるような感じでしょうかね、こういう感じで少し束感を出していったりとかしますね。こういう感じで、こういう感じでやります。わかりますかね、こういう感じで、だからだいたい10分ぐらいあったら切れますね。こういう感じでやります。もうカットいいかな、パーマ見たいですよね。はい、ということでパーマ、あ、減っちゃった、パーマねです。カットはいいか、パーマやります。で最近、あ、そう、これあんまり教えたくないですけど、
うち僕ねあんまりあれなんですよ、あれなんですよっていうか、あれこうもね、頭皮に薬つけたくない派なんですよ。頭皮に薬つけたくない派います？僕頭皮に薬つけたくない派なんですよ、お客さんの。しかもターバンもしたくない派なんですよ。ターバンしたらここずれません？なんかこの辺とか。そうでもないですか？ターバンしたらちょっとずれるんですよね、ここがね。なのでターバンも僕しないんですよ。ターバンする時間もったいないし、あとはこれでパーマ液をやっていきます。お、同じく伊藤さん、あざす、一緒ですね。で、まあ、伊藤さんされてるか分かんないですけど、この100均で売ってるやつを使うんですけど、これを使います。で、こちら100均で、これにパーマ液入れて、で、ちょっとシャンプー剤入れるんですよね。で、ポンプで出るんで頭皮につかないんですよ。ちょっとやってみます。こう出るかな、これ分かりますか、これ泡で出てるの分かる、あれ見える、泡塗布で、つけ巻きでやります。で、まあ、最初は弱い薬でやっていきますよ。基本的に根元は後でやる。これ分かりますかね、泡で出てるの。今わざとこんなつけ方しないですけど、泡で出てますよね。で、これ泡で出て溶かしていくと頭皮につかないので、今ちょっとわざとにね、ちょっとやってるんで、たくさん出したんでちょっと頭皮ついてますけど、ぶっちゃけ基本的にこういう感じでやるんですよ。だからシャンプーもアフターシャンプーする場合もあるんで結構早いです。で、こんな感じで、でですよ、でですよ、でですよ、もっと下げた方がいいか、見える？で、まず、まあ、裏技はちょっと待ってください。今人数が増えたら裏技やります。人数増えたら裏技やります。で、まあ、とりあえずこの辺巻くじゃないですか。で、結構多いのが、結構美容室でパーマ失敗されたっていう人、なんか毛量多い人とかなんですよね。で、毛量多い人とか結構失敗する人多いんですよ。僕も鉢張ってるんでマジ失敗するんですよね。で、なんだ、なるほど、シャンプーとどのくらいの比率で混ぜてるんですか。はい、ありがとうございます。シャンプーはだいたい薬が 80g に対して、シャンプー剤2プッシュぐらいです。で、この中にシャンプー剤2プッシュぐらいで、この中にマドラー入れるんですよ。で、マドラー入れてガチャ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 ってやって、一回泡立てないと泡で出ないんで、界面活性剤としてシャンプーを混ぜて泡でガチャ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 っとやって、で、それを一回何回かポンプやってると出てくるんで、泡で。で、そんな感じです。 80g に対して2プッシュです。あ、2プッシュっていうか、シャンプー2プッシュ、ポンプ2プッシュって感じです。で、これこんな感じでつけれますよね。で、これ最後まで聞いてくれないとちょっと分かんないと思うんで、最後まで見てください。まだ裏技があるので、これの使い方が。で、まあ、こういう風につけ巻きするじゃないですか。まあ、とりあえず今全部巻かないので時間がちょっとあれなんで。で、結構ボリュームが、なんかボリュームっていうか、なんだろうな、動き欲しい人とかって言いません？なんかパーマいらないけど動き欲しい人って、いますよね。なので、まあ、これもね、裏技でも何でもないんですけど、とりあえずなんかこうウィービングで巻いてったりするんですよ。ウィービングで取って、パーマ巻きますね。まあ、この辺でいいか。まあ、ウィービングでこう取って巻くわけですよ。
あ、ありがとうございます。で、まあこう横に巻くとあんまり張らないので横に巻いてきますよね。で、ウィービングを取って見えないな、こっちにするか。またちょっと携帯揺れてすいません、携帯揺れてごめんなさい。で、こういう感じで見える。で、まあ、ウィービングでこう毛量多い人だと思ってくださいね、メンズのパーマで。で、そういう時はまあこれで巻くんですけど、これ裏技じゃないですからね、全然こんなの誰でもやってることなんでありがちだと思います。まあこれ普通だと思うんですけど、まあこういう風に巻いていきますよね。で、泡で巻くと、泡塗布するとですよ、もうなんかいちいち頭皮にもつかないし、まあそのままこう巻いていけるんでめっちゃ早いんですよ、楽なんですよね。まあこのような感じで、で巻きやすいですしね、なんか粘度が高くなるんで。で、結構そぎが入ってたりしても巻きやすいっす、かなり。まあ、僕はこれでやってますね。で、まあまだまだいろんな方法あるんですけど、ちょっと今日は全部ちょっとお見せできないので、とりあえずまあこんな感じで巻きます。はい、減りましたね、人が。じゃあやめようかな。で、ここからです、裏技をやります。はい、まあこう全部巻いたとするじゃないですか、この辺もなんか適当に、まあちょっとで、ここがポイントなんですけど、早く言えよっていう、あ、これね、毛利さんありがとうございます。これ毛利さんっていう方からすごい使いやすいリン、ダッカール、こちら Facebook で毛利さんという方がいらっしゃるんですけど、その方に作っていただいたダッカールです。すっげえ使いやすいです、宿毛矯正とか早いです、これ使うと。いいね、ありがとうございます。で、泡塗布した状態でここ行きますよ。結構この辺ちょっと散らしたいなっていう時あるじゃないですか。だけどかけすぎたらなんかモワモワになりません？結構メンズの場合って。で、そこで僕が結構おすすめしてる巻き方が実はあります。ちょっと近くでやるね。おすすめしてる巻き方が実はあるんです。それは、はい、じゃあこの辺からやりますね。まあウィービングの普通のホイリングと一緒なんですけど、で、こうウィービング取るじゃないですか。ウィービング取ります。取ったら止めます。いいです、取った方を止めます。ちょっとだからスライスはどっちかっていうとちょっと厚めに取りますね。ここは指1本よりちょっと厚いぐらいを取ります。で、下の方を、まあこれどっちでもいいんですけど、その人のセンスなんで、ちょっとニュアンス足したい場合は下を外跳ね、わかります？下を外跳ねにかけます。いいですか、下を外跳ね。で、これを落として、ちょっと分かりづらくてすいませんね、落として、今度こっちを内巻き、こっち内巻き、ということは同じベースの中に内巻きと外跳ねが入ってるわけですよ、ウィービングで。で、ここで髪の毛同士がちょっとこう遊んでくれるんですね。これいろいろ使えると思うんで、メンズの時はまあやるんですけど、ちょっと見やすいようにこうしましょう。これで見えますかね、皆さん見えます？で、でいいでしょうか。で、皆さんで、ここをまた指1本よりちょっと厚いぐらいで、これね、全部やっちゃダメですよ、頭もちゃもちゃになっちゃうんで。で、このトップのところだけ取ります。トップ、これトップですね、顔がこっち向いてる状態、顔がここですよ、
顔がここで積みやすいようにまちょっと下げたんで、はい、ウィービング取ります。 1,2,3,4 つぐらい取りますね、適当に。はい、ウィービング取りました。そしたらウィービングを止めます、止めます。そしてこれどっちでもいいんですけど、まあ、僕は下の方を外跳ねにしたりするんで外跳ねにします。で、ウィービングの外跳ねの方はね、まあ、ちょっとロット小さくてもいいかもしれないです。じゃないとちょっとかかりづらい部分もあるんで、でこうします。で上の毛を外して、これよくねローライトとハイライトで使う技なんですけど、これを今度内巻きに巻きます。ということは、内巻きと外羽を交差している状態なんですね。わかりますでしょうか。あ、ありがとうございます。いいね、ありがとうございます。なので、このような感じで、はい。結構ね、ランダムに巻いちゃっていいと思うんで、スライスも多少厚くてもいいと思います。で、もう一回やりますよ。ね、今入ってきた方のためにもう一回やります。だいたいベースは3センチぐらいまで取ります。結構大きめに取っちゃいます。で、ステム90度で巻くんですけど、ウィービングを取ります。ちょっとね、角度的に見づらくてすいません。はい、ウィービングをこれ取りました。取りました、ウィービング。そしたら、上のを止めます。そして下のやつを、ここは根元潰したいんで、外羽のカールの方はちょっと潰し気味、ダウンステム側で巻きます。で、ダウンステムで巻いて、まあ、上の内巻きのロットよりはちょっと小さくします。外羽の方がちょっとカール出づらいんで、で根元潰しながらかけて止めます。いいですか。はい、止めました。そしたらこの表面に残ってた取ったウィービングを今度、こちら取りましたね。これ残ってるウィービング分かります。これを今度、まあ頭皮に対して90度の角度で引っ張って巻いていきます。このような感じですね。でこれは全部やるんじゃなくて本当にトップだけ遊ばしてあげればいいんですよ。そこだけやれば全然いいんで、そこの部分だけやっていきますね。であとはまあ、ちょっと今全部巻かないんですけど、あとまあ差しピンをね、あと根元はあとつかないような感じでちょっとやっていただいてもいいかなと思います。あと僕よく使うのね、これはもうしつこいかもしれないですけど、アールピニングっていうのをもう何年も前からやってて、よっ、おっ、あれ飛んだ、飛んじゃった、ウィーク飛んじゃった、やべ。そう、あら、なんか結構人入ってきたんで、じゃあもう一回やります。しつこいですけど裏技やります。いいですか。人入ってきたんでもう一回、じゃあちょっとここやりますね。メンズパーマで動き出したい場合とか、あとはなんつうんだろう、なんかあ、でこれ泡トフね、うちの泡トフ。頭皮に薬つけたくないので、最近アレルギーの人が多くなってるからうちはそうしてます。頭皮に薬つかないようにして泡でやってます。はい、作り方はどうにか探してください。で、あら、減っちゃった。じゃあいいか、いいか、まあいいや、減ったからいいか。まあいいや、もう一回やる。じゃあ3センチ、指2本分、指2本分のスライスを取ります。そして、指2本分の3センチのところをウィービングします。 1,2,3,4 ウィービングしますね。はい、ウィービングしましたらその上のウィービングを止めます。はい、で下が残りますよね。この見えます、下残るじゃないですか。ここを
外羽にかけますファーマを。ハイライトとローライトみたいな感覚でうまくちょっと使っていくんですけど、外羽に巻きます。このような感じで、この時は、日本人の骨格を潰すような感じで、出したいところは出して、押さえとか押さえたいんで、外羽はうまく骨格調整で僕は使うようにしてますね。外羽のパーマっていうのは根元潰してくれるじゃないですか。なんで骨格のバランスをうまく取らないと、どんなにカットうまくやってもうまくいかないんで、結構その辺は意識してますね。で、今度残った毛に対して、このさっきウィービングで取った、もう一個の方ですね、それを内巻きにかけてランダムにこうパーマをやっていく方法なんですよね。そう、これがこうクロス的にクロスにかけていくことによって、クロスのウィービングパーマなんですよ。これはこれやってる人はあんまりいないと思うんで、結構新しいと思います。要は1個のパネルに対して外羽と内巻きをかけていくような感じで、やっていくと結構メンズのパーマとかで、サイドとかはちょっとストレート残した方がいいんで、こういうとこはまあこういうのはかけません。あとあまりにも鉢がひどい人とかは、あのこの辺、まあ外羽に巻いたりとか、あ、パーマ液にシャンプー混ぜても大丈夫なんですか、村田さん。全然大丈夫ですよ。僕はずっと混ぜてます。それが薬事法的にどうなのかわかんないですけど、混ぜてるけどやってみてください。全然問題ないです。で、増粘されるんでちょっと巻きやすいのと、あと増粘することによって根元のその毛穴に薬つけたくないんですよね。まあ、しつこいですけど。なのでアレルギーの人も多くなって、僕もまあそうなんですけど、あんまり頭皮にいろんなものつけたくないなっていうのがあるんで、そうしてます。なんでシャンプーを混ぜて増粘させることによってですね、あ、そうで、ここでポイントなんです。で、例えばこれ今ね、うちで使うパーマ液の弱いやつなんですけど、でこれつけ巻きするじゃないですかね。でつけ巻きもこれ分かります、これを考えてくださいね。これを考えていただいて、つけ巻きに適してるパーマ液は何なのかなっていう部分ですよ。長い時間置くわけじゃないですか、つけ巻きって。だからその長い時間置いても大丈夫なパーマ液はどれなんだっていう感じですよね。でそこで、長時間置いたらまずいなっていうパーマ液もこう出てるんで、還元剤も。それはまあちょっとこれ、振り返っていただくと、まあ、これ動画、この動画を公開するかちょっと分かんないですけど、このままライブで終わっちゃうかどうか分かんないですけど、長時間置いていい還元剤で作ってます。じゃないと傷むんで。で今度ここでまたポイントなんですけど、じゃあこの根元のこの何センチかあるじゃないですか、この何センチ、だいたいまあ僕は3センチぐらいのところ、3、4センチのところパーマかかりづらいんですよ。で結構根元が、年配の方とか、まあ、メンズの方もそうなんですけど、髪硬い人とかここかかんないんですよね。なんでこの残った残液に、まあこれちょっとナプラさんのやつなんですけど、システアミンとか万能なシステアミンちょっと混ぜるんですよ、ここに。で、またちょっとマドラーでシャカシャカシャカってやって、ちょっと出すんですよね、少しこう出します。でシャカシャカってやって、これをちょっと出しますね。でそうすると入れたやつが、できるじゃないですか。そしたら根元のところに泡でこうつけるんですよ、わかります。で根元のところにつけることによって、これを最初クリームでやってたんですよ、縮毛矯正のクリーム剤とかでやると結構痛むんですよね。これってやっぱり薄めてるので結構優しい感じなんですけど、クリーム使うと結構痛むんでちょっとやめたんですよね。で泡でやってます。でこれによって薬の塗り分けっていうのが簡単にできるんですよ。まずつけ巻きしてる時の薬は根元から毛先までついてますよね。
そして根元の3センチ、4センチぐらいのところに強い還元剤、ある程度強くないとかからないので、それをつけることによって、ほとんどもう巻き終わってちょっとしたらもう中間水線入っちゃいます。だって結局中間水線しても残るじゃないですか、一液。なんで結構すぐ流しちゃいます。まああまりかかんないときはあれですけど、大体かかるんで。でこのような感じで、これ泡で出るの分かります？こういう感じでちょっと根元の方をやることによって根元のこれね本当の毛根につけちゃダメですよ。全く意味がないんで、ロットの根元から開けて指一本開けたところから2センチ3センチのところだけつけるようにしてください。そうすることによって、そこの部分だけ強くかかって、新生部だけ強くかかり、毛先のダメージ部分は、そんなに作用しないと。そうすることによって綺麗なウェーブ、均一なウェーブが出せるっていうようなことになります。だこれが結構結構有力というか、ロングでもできますし、こういうショートの、スタイルでもできるんで、ぜひ皆さんやってみてください。なんか質問ありますか？パーミング来てないかですね。なんで結構このウィービングのパーマは結構使えると思うんで、なんか聞きたいことがもしありましたらお答えしますが、ないですか？大丈夫ですか？では終わっちゃいますよ。で、この振り返ってもらうと分かるんですけど、このパーマ結構メンズの場合遊びすごい出るんで結構使えます。こういうところでガッとこう、はい、使えたりとかしますね。あとはそうですね、前髪とか皆さんね、これもまあ昔からやってるありがちなんですけど、前髪って結構後つきやすいじゃないですか。なんで前髪こう巻いたら、前髪巻くじゃないですか、こういう風に。ちょっとワインディング下手ですいません。で、ゴム掛けの仕方があるんですけど、僕のやり方 で中間水線で取れちゃうんで、バッテン掛けはちょっと微妙なんで、これ分かるかな、ここにかけて近くでやるか、ドアップでやります。このね、掛け方があるんですよ。ここにかけるじゃないですか。そしたら今度ちょっとここにかけて、ここでなんか V 字に作るというかね、なんていうんだろう、本当はもっと V なんだけど、ちょっと今分かりやすいように、ちょっと分かりやすいにちょっと根元が攻めますね。本当はもっとこんなに攻めないんだけど、こういうふうにやります。分かります？ちょっと V 字に、ここが V になる感じのたすき書きにして、前髪はすげえ後つきやすいんで、このまま R で止めます。 R ピニングって言って、まあ、ブログとか見てもらうと分かるんですけど、これで止めてます。で、本当うちは束しないんですよ。もうこの状態で液だりしないんで、増粘してることによって。だから、つけ巻き、パーマへ混ぜても大丈夫。伊藤さん、つけ巻きに向かない還元剤ってどんなのがありますか？あ、いい質問ですね、それは。つけ巻きに向かない還元剤は、もう、チオとかじゃないですかね。絶対使わないですね。まあ、ほんと最近チオとか使ってないですけど、だってチオつけてつけ巻きしたら結構やばいっすと思うんですよね。だからメンズのすごい剛毛でパーマ1回もかけてなくて、油すごいしっかり乗ってる髪の毛だったらいいかもしれないですけど、結構やばいと思うんですよ、チオでつけ巻きしちゃうと。まあチオの濃度にもよりますけど、まあ山頂とかいろいろありますけど、僕山頂も使わないですね、最近は。でチオ自体がちょっとやっぱあんま好きじゃないので、使わないっす。まあシステアミンもちょっと強いと思うんで、システアミンも結構かかるんですよね、今のシステアミンって。pH 調節したりとかしてるんで結構かかるんですよ。本当に昔システアミンの出始めの頃のシステアミンって、ちょっと弱くて、で結局そこからパーマ液改善されて、まあかかるシステアミンになったと思うんですけど、システアミンの純粋なシステアミンならいいかもしれないけど、結構かかんなくて、
システアミンはちょっと使わないですね。はい、伊藤さん、ありがとうございます。コメントいろいろ。向かない還元剤だから、そうですね、チオとか向かないと思います、僕は。あとシステアミンもちょっと結構かかっちゃうんで気をつけます。強いやつは。弱いのはまあ大丈夫ですけど、だってこれシステアミンですよ。これダメージ網に対して、ダメージなければ大丈夫なんですけど、こんなにかかっちゃうんですよ。危険じゃないですか。結構チリチリって結構ウェーブ小さくなっちゃったりとかするんで、基本的に使わないですね、チオとか。使わない。一応グリセリンもまあ濃度薄めだったらまあ、あれかもしれないけど、なんか手荒れとかあったら嫌なんで、そう、うん、ですね。はい、あと何か質問皆さんありますか。大丈夫ですか。なんでそうなんですよ、本当に皆さん勘違いしてるところがあると思うんですけど、パーマって一液つけて10分置いたとしたら、その10分間しか一液作用してないと思うじゃないですか。だけど還元毛髪の中に入ってったりとかするんで、そんなに取れないと思うんですよ。完全に中間水栓もう死ぬほどやらない限り。なのでそうしない限りは無理なんで、すごい長い時間その還元剤が髪についてるってことをイメージしてください。なんで検証すると分かります。例えばだいたい1回ね、1液つけてから放置して2液つけて、まあ、2液つけても本当に1液終わってんのかなっていう感じですから、もう下手したら40分とか45分50分1時間1液がついてると思っていただいた方がいいかもしれないです。薄まると思うんですけど。なのでじゃあその1時間そのパーマ今のこの毛髪に1時間その1液が作用されてると思うと、どの還元剤を使うべきかっていうのが見えてくると思うんですよ。これは使っちゃいけないなっていうのが見えてくると思うんですよね。一番良くないのは急いでやりすぎてしまって、本当に早ければいいんですけど毛先がちょっとちりってしまったりとか、昭和っぽいカールになってしまったりとかしてしまうことがあるんで、その辺を気をつけた方がいいかと思います。あとは熱処理のパーマ液も最近多いのはエアウェーブとかデジタルパーマとかのリーみたいなのが多いんですけど、他店でやっててそぎすごい入ってる髪の毛にエアウェーブとかでパーマ液を間違ってるのか分かんないんですけど、すごいチリチリになってたりとかして乾燥しちゃってて、もうビビリみたいな感じになってる場合があるんで、それもパーマ液の洗濯ミスだと思うんですよ。なんで結構その熱処理する場合は、まあ、デジとかで熱処理する場合は、まあ、結構早めに中間水栓入っちゃってもいいのかなっていう感じはしますよね。ということで、はい、まあこれからいろいろなパーマ液が出てきて、まあ、これちょっとこれも使ってみたいなと思うんですけど、まあ血を乳酸だったりとか、まあいろいろできるかなと思うんで、まあ面白くなってきてるんではないかなと思います。はい、で最後に、傷んだ髪は絶対治りませんので、傷ませないのがポイントだと思うんですよね。で傷ませないで、あ、いいね、ありがとうございます。傷ませないでいかにかけていくかっていうことが肝心だと思いますんで、そこを重点的に考えていければいいかなと思うんですよ。はい、またなんか、機会あったらこういうのちょっとライブやってみたいなと思うんで、今日は札幌ブレンドの早任せこと僕だけ出てたんですけど、またその今札幌ブレンドの YouTube のチャンネル今作ってるんで、そこまだないんですけど、これから作って、そこでまあ3人いるんで、僕とあと清志くんっていうのと、あと菅野っていうのがいるので、そちらの方札幌で頑張ってる美容師さんなんで、そちらの方も今ねコンテストとかで忙しいみたいなんで、そのコンテストだったりそういう作品作りの部分の動画を、まあ、多分撮ってくれてると思うんで、そういうのもちょっとアップしていきたいと思うんですよ、その YouTube とかに。でライブではないと思うんですけど、その辺もちょっとアップロードしていきたいなと思ってるんで、その時は僕の Facebook の、とこだったり LINE だったりとかに貼り付けるんで、 YouTube 見てください。
はい、今日はちょっと話僕長いんでね、ちょっとあれなんですけど、こんな感じで皆さん大丈夫かな、勉強になりましたってありがとうございます。すいません、勉強になったか分かんないですけど、またまあいろんな方法まだまだいろいろあるのでよろしくお願いいたします。あ、そう、あ、結構ねこれ人の商品ですけど、これシークレットさんのワックス僕すごい好きで結構使ってるんですよね。これ唇にも使えるんで結構いいっすよ、シークレットワックス。はい、買い方はなんか適当にどっかから買ってください、わかんないんですけど。あとうちのこれ最後宣伝になって申し訳ないですけど、いやこれね、あ、共同開発なんですけど、これヘナウォーターとヘナジェル、これあって、これやばいっす。自分で言うのなんですけど、これかなりやばいです。何がやばいかっていうと、これ北海道の黒松内のお水と、あとは白樺、北海道の白樺ですね、あとはプラセンターも使ってますし、あとはね、なんというとヘナですね、ヘナ、このヘナがポイントです。で、なぜヘナを使ってるかっていうと、ちょっと全然話取れちゃってすいません、なんか宣伝になっちゃった結局で、こうダメージもってあるじゃないですか、こうタオルとタオルでやるの若干違うんですけど、こういう風にダメージもありますよね。このダメージもをダラーンってなってますよね。で、実際の毛髪の形とは違うんですけど、ちょっと例えですよ、あくまでも。これをどうすれば立ち上がるかっていうと、こういう風にしていくと、例えば髪の毛がこうねじっていくと、タオルがこうバシッとなってくるじゃないですか、なりますよね、こういう風になりません？そうすると立ち上がりついて髪がこうバシッとなりますよね、髪の毛がこういう風に。で、こうなったらこうなるのをヘナでやるんですよ、このヘナで、ヘナでやって、でこのヘナで、あとはオーガニックと化学の融合のトリートメントなんで、イオンの反応を起こすんですね、ここで髪の中で。でこれを流さないアウトパスなんですけど、これをつけて、ね、このウォーターですね、これキトサンとか入ってるんですけど、でこれをつけて、あとヘナです、ヘナで修練させたものに対してイオンの反応を起こすんですよね。はい、こちらはちょっとあんまりなんか内容成分はちょっと言えないんであれなんですけど、はい、ね、小ロットでも多分もうなくなっちゃうと思います、あとちょっとしかないんですけどね。でこれがすごいのが、めっちゃボリューム出るんですよ、本当にびっくりする、お客さんびっくりしてるんですよね。まあ最悪これだけでもすごいボリューム出ます。根元のつむじ薄い人とか毛が薄い人、トップ立たない人とか、あとくせ毛用に作ってるんで、くせ毛が収まったりとかします、これかなり。だから僕的にも結構自信作で、香りはイメージしてるのは、これが北見ってあるんですけど、ハッカありますよね、それイメージしてるのと、こっちはラベンダーですね。でそれにレモンとかオレンジ入れてる感じなんですけど、これはフラノにラベンダーあるじゃないですか、だそういうような北海道のものっていうのを、これ北海道のマークもついてるんですけど、北海道産っていうのをちょっと売りにしたいなって思ってるんですね、北海道だから。そうだからね、すごくオーガニックなものを作ってる工場がありまして、そちらの方でお願いしております。はい、まあこれはいいとして、はい、っていうような感じで、まあ皆さん分かりましたかね、大丈夫かね。はい、ということで、このメンズのパーマちょっと見たい方は、ちょっとこれとりあえずじゃあ公開にしようかな、公開にするんで振り返ってみてください。で何か意見あったらコメントに書いていただいたら、お答えできる部分に関してはお答えさせていただきますので、ぜひ書いてください。この結構メンズのパーマ使えるんで使ってください。はい、あとうちデジコアパーマっていうのもやってるんで、デジコアパーマは教えれないけど、企業秘密なんでデジコは教えれないけど、まあ一般の方で、まあ、美容師さんはちょっと僕お断りしてるんですけど、一般の方で他で美容室でうまくパーマがいかないとか、宿毛矯正失敗してしまうなとか、そういう人いたら、これ美容師さんばっかり見てるか分かんないんですけど、まあ僕の方に
予約してくれれば、お願いいたします。多分まあ結構困ってる方はパーマでうまくいかないとか、年末これから来るじゃないですか。なので、そういう時デジコアパーマ結構いいんで、まあ年末って失敗したくないですよね、矯正とかも。なんで、あのそういう時バシッと決めたいなっていう時はぜひ灰山か仕事まで来てください。あとそうだ、なんだっけ、人数また減ってきた、まあいいや。美容なんか美容雑誌にこの間今度取り上げられそうな感じなんで、あと美容と経営かなんかだと思うんで、それで結構どのぐらい出るか分かんないんですけど、今度出るんで、またそれは後々、ちょっと発表したいと思います。ぜひそれは買ってください、見てくださいかな。またこの辺のこのようなライブをちょっとやっていきたいと思います。ですので、今日はこれで、質問がないようでしたら、あ、村田さんありがとうございました。こちらこそ、はい、皆さんのためになるようなライブをこれからもやっていきたいと思うんで、ね、もしなんかこういうのやってほしいなという企画がありましたら、札幌ブレンドの方、札幌ブレンドの方まで、まあ、札幌ブレンドというか、まあ、僕の方にメッセージいただければ、ちょっとレクチャーできる部分に関しては、やらせていただきたいなと思うんで、まあ、時間がある時なんですけど、メッセージください。では札幌ブレンド灰山か仕事でした。ではさよなら、さよならしちゃいます。ではありがとうございます。消します。ありがとうございます皆さん。